リートンソッシーのラジオ歴史小話じゃが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 ということで今回も始まりましたラジオ歴史小話ご無沙汰しますご無沙汰、まあ、そんなご無沙汰でもないですけれども、ねはい、まあ今日は実はもう11月に入りまして月が,月が変わりました,ました11月2日なんですよね、はい、だからもう,こう実はこの11月というのは今年まあ2017年ですけれども100年前 の1917年の11月でこうイスラエル建国のバルフォア宣言が出たりとかですねあるいはえロシアでロシア革命が起きたりとかそうなんですよ100年この100年で結構いろんなことが変わったなと。 思ってるんですけども、まあ、ソッシーと合わないこの一週間ちょっとの間に。なぜかソッシーの左手、左腕に。見つけちゃったんですけど、それ、何ですか。これはアップルウォッチ。アップルウォッチですね。アシリーズスってやつですか。そういうことで。まあ、なんか世の中、いろいろと変わるものもあれば、変わらないものもあるということで。気づいていただいけ。気づいちゃいました。が、ま 何の話をしてそうですね、はい、そうですよね。うん、ということで、まあ、やっぱりこの100年っていう間に技術っていろいろと変わってるんですけれども、はいろんな政治の世界とかっていうのは変わってるんですけれどもやっぱりこう人間社会っていうもの自体についてってあんまり進展ないんじゃないのかなって最近ちょっと思ってて。うん、テクノロジーとかはね進歩してますけど、うん、やってる営みは 衣食を中心としなながらそうなんかあんまり別に変わってないんじゃないのかなっていうのをすごい感じていてですね、はい、なんかこう特にその今100年前っていう数字を出したんですけれどもまあそのやっぱ産業革命が起きた後のイギリスそこからまあいろんなこう車とかその鉄道とかそういうのが。 発展していっていろんなスピードもののスピード変わっていって、まあ、情報の拡散力っていう意味では、まあ、特に今そのまさに AppleWatch しかりですけれどもいろんな手段でスピードよくいろんな情報を拡散していくという中で、まあ、これが実は手段は変わってるだけで、まあ、本質的にはその100年前のあるものが。 バズり始めた。かからあんんんま変わっっっってててななないいじゃのちょと思るですよバズり始めた、はい、要は大衆がみんなその報道に目を向けるようになったっていう意味では、まあ、例えば今だとツイッターとかあるいはネットの世界で、まあ、バズった要はみんなが拡散したんみんなが知ったっていう状態とか数十,十年前とかだと「まあ、フォーカス」されたとか「はい、フライデー」されたっていう,こう写真週刊誌で 激されてそれが一気にみんなの広まっていくと、はい、でその前だとテレビとかってこう手段は変わってってるんですけれども、うんはい、なんかそういう面で見ると人の営みってあんま変わってないんじゃないのかなと思ってその情報のチャンネルというかメディアは違そうけそ,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 そこで盛り上がってる人の存在の存在っていうのは何か手段変わってるだけであとはそのスピード感とかそういったものは変わっててもマインドっていう意味ではあんま変わってないんじゃないのかなっていう すごい感じるんですよね、はい、だ一般大衆マスに対して最初にこうリーチした手段って何だと思います、うん、今も残ってます今もうー新聞新聞です聞そう 新聞,新聞は一番なんか古くかつ大衆感のあるそうですね、はい、大衆がある意味発信してだからこう日本の黎明期明治の後とかもいっぱいいろんな新聞が乱立していったんですよで、はい、消えては生まれ消えては生まれ、うん、で今の。 感じでこう残っていく、はい、あの新聞たちが残っていったとっいうような形でやっていくんですけれどもだからそういったこう新聞っていうものを使うことによって逆に自分たちの主張をしようっていう人たちとかも生まれてきていったんですよ新聞を利用する新聞を利用する、はい、具体的に何かというと犯行声明みたいなのが出るようになってきたんですよ。 その犯行をしたのは自分だっていう犯行声明こう愉快犯とかあるいはこうその自己顕示欲で何かこう自分が犯罪した時に自分が犯罪声明出すとかよくこうでしょう推理小説とか推理漫画でもいいんですけれどもあるじゃないですかこう犯行予告漫画でありますよね。 美術品盗むぜってあらかじめ予告してとかこういったようにマスに誰かがリーチできるで今だとツイッターで自分で拡散したりとか自分でこうマスに対して訴えかけるっていう手段があるけれどもそれをあの違った形でやっているとだからこうイスラム国なんかも結局やってることは一緒で彼らは自分たちツイッターで犯行予告とかまあ,あれは自分たちアラーの,の,の名をまあ あえて言いましょう語って、まあ、こういう,うに、はい、あに、のー、やってるんだとか、はい、神の撃墜が落ちたんだみたいなことを言ったりとかやったりとかっていうことをしている、まあ、そういった意味ではあんまりこう人の営みっていうのは変わってないんじゃないのかなっていうのをすごく 最近思うんですよね。その100年前、新聞がまあめめメ,メジャーでしたというか、うんうん、まあ大衆でした。そこでも、その時代でもやっぱり反抗性生命というか,か、そういうのを自己顕示欲とか自己顕示欲とかっていうのを最初に出したって言われてるのが、あ<ー>まあ、はい、リスナーの方でも聞いたことあるかもしれないんですけども、切り裂きジャックって聞いたことあります？初めて聞きます、ね。初めて聞きます。はい、これ1888年、八八八。1888年18に。 こうロンドンでまあ数ヶ月間2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらいかなこう連続殺人事件が起きるんですよ。バラ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 殺人事件が起きてで少なくとも5人被害者がいると言われてるんですけれども全容は分かってないですね。で今も分かってないです。でこれがその犯人が犯行予告とかあるいは自分が犯罪を あの署名入りでこういうふうにやったっていうのを新聞社に送りつけるんですね、はい、でみんなその事実を新聞を通して知るので、まあ、びっくり仰天するわけですよ、うん、恐れおののくわけですよロンドン市民は、はい、でこれはどうしようどうやって自己防衛しようみたいな、うん、で、まあ、殺人の対象がその売春婦のこう方とかをやって、はいうん、意図的に狙ってみたいな。うん なのでこの今誰がその犯人なんだっていうのは結局見つからないまんま終わってしまっているんですけれどもこれが結構そのある意味現代的なその犯罪の走りになっていてまあ要は大衆がみんなそのリアルタイムで分かるというかその犯罪が今起きているのをこう見る例えばだから「あさ山荘事件」とかこうテレビ を通して、実際に、例えば、九一一の、あれもテレビで、我々ちょうど。こう夜の時間帯で、まあ、テレビで目撃するみたいなのを。こう新聞っていうのを通して、文字情報だけれども。まあ、リアルタイムで、こう毎日届けられていく中に、そういうニュースを見ていくみたいな。こういったことが起きていくんですよね。これがまあ、ツイッターだと、まあ、すぐ起きた瞬間に、あの、ダルビッシュ打たれたみたいな感じですぐ。 拡散していいくみたいな、うん、まあこれで今日が何日かっていうのがきっとばれたと思いますけれども、はい、なんかそんな感じでこうリアルタイムで、うん、あの見えていくこういう、あのー、性格っていうのはやっぱまさにリーチした大衆、はい、にリーチした時点でもう変わってはいないのかなと、うん、か究極あとはそれをどういう形で、えー、より、あのー、届けやすく見やすく、うん、その本人が欲しいものを渡していくか。うん まあこういった形できっと AI とかも発展していくんじゃないのかなって思うんですよね。うんうん、そのリーチするスピード感とか対象の多さっていうのはまあどんどん変わってるけれどもその発信する本人がなぜそういうことをしたいのかっていうところ、の精神性みたいなところには変わりがなければそう。 似たような事件っていうかそういう猟奇的な事件とか犯行予告とか大きいもので言えばそのさっき言ったイスラム国の話とかも含めてやっぱみんな犯行声明出したりとかこう自分のアピールしていくそれが犯罪じゃなかった場合には例えば広告っていうことで自分たちの商品を売り込むとか。 だからそれがある意味、SEO 対策とか今だったらやっててもでも、それも結局昔からそんなに変わってないということでやっぱりまあ歴史上、歴史が繰り返していく部分っていうのはあの手段のところではなくてやはり人の営み、人自体があの変わっていない部分っていうのはやっぱり残り続けていく、多分きっとそういうのが影響しているんだろうなって思って。 いますね、面白いですねテクノロジーがもうこれほどまで、ここ10年でもすごく目まぐるしく変わっています、われわれはこの先、どんな未来に行くんだろうって思う一方、過去を遡ってみると、意外と変わってない。意外と変わってないですよ、ね、ってことは、この先10年、20年もテクノロジー進展しても大事なことって、実は変わらないっていう,っていうことなんだとないですね。 でまあ、なんかそんな感じで収まりもいいので、はい、まあ今日はこんなところですかね。はいはい、ちょっとね、哲学的なその歴史とかもひも解いてみると、また共通項が見えてきそうなそうです、ね、またどっかのタイミングでね話していけたらいいと思いますでは、えーと、ラジオ歴史小話お相手はリートンとソシーでした。